次のニャンニャンは誰かな、アトム書いてあげようか。僕もね、漫画家を始める前にはずっと医者を志していたんでね、その時にはここに通ったもんだね、野田クルーズで、じゃなかったね、有田だね。久々にフランスに登場した大型アイドル、現在18歳だね。デビュー曲はね、伝説の少女、よかったね。今ナースのお仕事に出てる水木有田くん、頑張ってくれたまえ。じゃないね、フランス人だね。先生、何回もボケてちゃいけないね。デビューシングル私ロリータがヨーロッパ各国で大ヒットだね。じゃあね、これのパクリで僕もこれからフランスでデビューするときには俺不良品ってタイトルでね、本を書いてね、デビューしたいと思うね。セルジー・ゲンズブール、バネッサ・パラディに続き、イギリスのチャートに入った史上3人目のフランス人アーティスト。ニューシングル恋するアリゼはブルボン、エリーゼの CM ソング。さっきからなんかビデオ見ると大変だよ、びちゃびちゃに濡れてるね。非常にびちゃびちゃだね。視聴者の諸君、ビーチクチェックよろしく頼むよ。ん？何？有田君からメッセージが来てない？来てるかな？ん？どうかな？Bonjour, moi je m'appelle Alizée et j'ai 18 ans et demi. Moi j'en suis très très fière, j'aime beaucoup toutes les chansons et j'ai beaucoup travaillé dessus pendant un an et il y a plusieurs styles de musique, il y a plusieurs thèmes aussi et le thème général c'est profiter de la vie et s'amuser à fond.有田くん、有田くんは今18歳だね。18歳ということはまだまだ男を知らないようだね。僕たちロマンポルシェが有田くんに男の魅力というものを教えてあげようか。じゃあロマンとポルシェで有田くんはどちらを選ぶのかな。j'aime bien sa coupe de cheveux, un peu comme la pochette de Madonna. La vache qui se lance à dire, et tu ressembles à un indien plutôt. どうか有田くん、ありがとう。でもね、言葉選びというのも用途によって使い分けたいものだね。例えば漫画を描くときにでも、細い線を描くときには丸ペン、そして太い線を描くときには G ペンを使うんだね。このように男もいろいろ使い分けていこうね。じゃあみんな今日はどうもありがとう。洋楽ニャンニャンでした。アトム、ウランチ。今週も俺たちロマンポルシェのもとにニャンニャンの方から水着物が届いてる。しかし俺たちロマンポルシェはこの水着物を独り占めしようとは思わない。太っ腹。そこでこの水着物が欲しいやつはどんどんこの宛先に応募するがいい。さあどんどん応募してこい、応募してこい、来いよ、来いよ、来いよ。Bonjour, c'est Alizée, yo, guru, guru, san.